こんばんは、水吉です。本日もですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちらタイトルがですね、日本人の半数が玄関本が日韓関係を悪化させる。韓国ネット本だけじゃなくネットも韓国人の 99% はということでですね、レコードチャイナが10月28日に配信してるんですけども、記事見てみますとですね、2014年10月27日、韓国聯合ニュースによると日本人の約半数が韓国や中国を非難する内容の、県刊県中出版物が日韓日中関係を悪化させると考えていることが分かったということでですね、これはですね、ちょっとおかしいと思うんですよね。その県中県刊本が、出ているとかそういう問題じゃなくて、韓国とか中国に問題があるっていうことを、忘れてはいけないと思うんですよね。で、このまた朝鮮人、たちがまた言ってるんですけども、この売りならのネットユーザーですね、ちょっとコメントを見てみたいと思いますけども、日本は間違いなく三流国家にだと、三流国家の人が言っていると。政治はちょっと三流っていうふうにこう昔から、日本の政治は言われてますけども、日本全体っていうのはちょっと失礼ですよね。三流とか五流国家の、方々が本当無礼ですよね。で、次が出版物だけじゃなく、日本のネット上には韓国や中国を悪く言うブログや写真が溢れている。いや、それはまあ真実ですからね。それはもう表現の自由ですから、ガタガタ言うんじゃないという感じですね。で、日本の喧嘩ブームと、歴史、歪曲がなくならない限り、関係は改善されないよ。喧嘩ブームですから、これはまあ韓国に問題があるわけですよね。2012年に、イミョンバクというあのネズミ男がですね、竹島に上陸して、悪さをしたと。そして天皇陛下も侮辱したと。これは日本国民に怒るのは当たり前ですよね。原因を作っているのはいつも朝鮮人ということで、日本人は悪くないですね。で、次は日中間の中で国民性、マナーの良さは日本人がずば抜けているが、陰口好きの多さも、ずば抜けて一番だ。これはいろいろ個人ですからね。陰口というか今、もう日中間、特に中国はまだ歩み寄りって感じで、なってきてますけども、韓国、北朝鮮に対してはですね、もう喧嘩、もう朝鮮人は悪だということで、かなりもう日本人の中でもう運動が起こってますよね。これはいいことだと思いますね。非韓三原則を守るっていうことも、その一つだと思いますね。で、次が、韓国の反日は当然だけど日本の喧嘩は悪い。やかましいと。韓国の反日は当然じゃないわけですよね。こいつらは悪いことばかりやっているので、日本としては反日を対策しなければいけない。イコール喧嘩という形になってますから、これはもう、朝鮮人が悪いということですよね。次が悪化していると、認めるだけで喧嘩や、県中に反対する日本人はいないのか。これはですね、私は割と県中ではない方なんですよね。割と親中派の方なんですけども、韓国はもうダメですね。韓国、北朝鮮は悪さばっかりやってますから、中国も悪さはするんですけども、あいつらとはですね、中国人とは関わった方がまだいいんですよね。やっぱり、金持ってますからね。で、観光客、日本に来られる観光客で、ずば抜けてお金を使うのはやっぱり中国人なわけですから、それは感謝しなきゃいけないわけでしょうね。格が違いますよね、中国と韓国っていうのは。そういうことで、一緒にしてほしくないですね、はっきり言って。中国は私は親中派の方ですから、韓国はもう、図が高い、控えおろうって感じですよね。はい、で、次が、日韓関係の悪化を、出版物のせいにするな。
そうですね、出版物が悪いわけじゃなくて、もともと、原因は朝鮮人が作ってるわけですから、まあ、これはもうしょうがないですよね。で、次が韓国人の 99% は安倍首相が原因だと考えている。うん、まあ、安倍さんが私は原因だとは思わないですよね。朝鮮人が、99%、元を作ってると思いますから、まあ、安倍さんはまあ、まあ、アベノミクスで頑張ってはりますんでね。ただ、アベノミクスもちょっと崩壊のシナリオになってきてますので、まあ、私個人としては安倍さんを、支持するわけではないですよね。私の生活が向上してるわけではないですから、まあ、私の生活が向上してたらですね、安倍さんを、支持するかもしれませんけども、まあ、大半の方は安倍さんが、政権を取ってから、裕福になったっていうことは、方はほとんどいないですよね。まあ、一部の投資家、輸出企業、いわゆるトヨタさんとかですね、家電業界でしょうかね、そういう方々が、まあ、潤ったんじゃないでしょうか、お金の面でも。はい、で、次が 49% の人たちだって、どうせまた安倍首相を選ぶんでしょう。これ 49% の人っていうのは、いわゆるその、嫌韓本ですよね。嫌韓本が、悪いんだっていうふうに、こう、49% が、の方なんですけども、まあ、嫌韓本が悪いわけじゃないんですよね。その表現の自由っていうのもありますし、まあ、元々は朝鮮人が悪いんですからね。まあ、日本人を拉致した北の方が日本人を拉致しましたし、イ・ミョンバクは2010年、12年以降にですね、竹島に上陸したり、で、それ以降もあのクソババアですね、あのパククネのクソババアが、千年恨むとかいうその名言を、言ったりとかですね、まあそういう、まあことをしてますから、まあ私は朝鮮人が 100% 悪いと思います。まあ、日本人としては嫌韓ブームを盛り上げていって、非韓三原則を守るっていうのが一番、大切だと思います。本日はこれぐらいにしておきます。どうもありがとうございました。